はい、フリーランスライターの古川です。いつも記事をご覧いただきましてありがとうございます。この間夏向けのアイテムをご紹介したばかりなんですが、もう一気に、秋らしくなってまいりましたので、秋のアイテムをですねちょっと紹介したいと思います。今回はちょっとね大物が多いので、ちょっと大物もひっくるめて順次紹介していきたいと、思います。まずですね、いつものリベルタさんの商品で、今回は化粧品じゃないんです。今回は洗剤です。洗剤なんですけど、ちょっとこれ大小2つありますけどね、こんなんです。はい、放置地味激破ということでですね、これどういうことかというとですね、漂白剤とそれから洗剤が一緒になったやつです。で、どういうことかというと、洗剤ね、世の中にいろんな強力な洗剤がありますので、汚れは別にどんな洗剤でもちゃんとしたやつだったら取れると思います。漂白剤もいろんな酸素系塩素系いろいろあってですね、漂白できると思いますので、何も必ずこれに頼らないといけないってことじゃないんですが、これのすごいところはですね、普通の汚れとか、とかじゃなくてですね、例えばその季節を置いてですね、例えば夏物を着て、もう来年の夏まで着ませんっていう時に、ちゃんと洗濯をして畳んで、翌夏末で置いとくわけですね。そうするとですね、特に白いものとかね、やつって、直接肌に当たるものなんていうのがですね、置いとくと黄色くなっちゃうんですね。で、これはですね、別にその日に当てていて焼けたとかそういうことじゃなくて、実はよく洗えてないんですよ。ちゃんとクリーニング出せば大丈夫なんですけど、クリーニング出さずに自分の家でね、洗剤で洗って、綺麗になった、白くなった、じゃあ畳んで置いとこうっていうことをやった場合にですね、要はですね、簡単に言うと自分のこう、皮脂ありますよね。人間の体から出た、汗とか油とか、そういうものが酸化するんですよ、置いとくと。で、それが黄色く酸化して変色して、それがシミになったりするわけなので、それ自体は汚れじゃないんですよ。酸化した皮脂なんですね。で、そうなると洗剤で洗ってももう落ちないんですよ。で、これ使ってみました。で、どういうふうに使うかというと、一応指定ではですね、バケツにお湯を張って、お湯の中にこれを指定の、この中ちゃんとスプーンありますから、計量スプーン。それを入れて、つけて、置いておいて、2時間から一晩ぐらい置いておいて、で、洗剤も込みなので、そのまんまそのバケツのお湯を洗濯機に入れて、で、あとは普通に洗剤足さなくていいので、洗濯機で洗えばいいということでした。ので、もう私着なくなった、もう古いね、ワイシャツは当然、別に着なくなったので捨てればいいんですけど、なんかその布切れとして、例えば油とかね、油とかをこう機械とかで拭く時のウエストとして一応取っておいたんですけど、じゃあそれをちょっと使ってみようかと思ってやってみました。結構黄色いやつが取れました。完璧じゃないです。多分 2,3 回繰り返せば取れると思いますけど、1回でかなり黄色いシミが取れました。記事に写真のしておくので、それをご覧になってください。ただ私のやり方はですね、もうバケツ持ってないので、直接洗濯機、全自動洗濯機にお湯を入れて、そこにその黄色くなったシャツを入れて、そこに、これを入れて、お湯を入れて一晩つけて、そのままあとは洗濯機を回して脱水までしました。そうするとですね、洗濯槽ありますね、洗濯槽の裏側の水垢ありますよね、汚れ黒い、あれが全部出てきました。つまり洗濯するのと一緒に洗濯機も洗ってしまった形になったんですよ。それだけ強力ですので、できれば洗濯機で直接使う場合は、まず一度洗濯機の洗濯槽を、洗浄剤ありますよね、洗浄剤で一度洗ってから、
一度そういう湯はあの水垢とかを全部出してから、使われることをお勧めします。じゃないともう一度洗わなくちゃいけなくなります。水垢が洗濯物についちゃうので、もう一度洗わなくちゃいけなくなりますので、これ強力なのでこれを使う前に一度洗濯槽の、掃除をすることをお勧めいたします。はい、でもかなり強力でした。だからびっくりしました。みるみるね、洗濯機の水っていうかお湯が茶色くなって真っ黒になって、その汚れ、もちろんその皮脂汚れっていうのもあるんでしょうけど、まあ、洗濯槽の汚れですねが出てきて、あれと思ったらいろいろ浮いてきまして、まあそれは全部網で、全部取れるんですけど、すごいことになりましたので、かなりおすすめではありますけど、使う前に洗濯機をまず洗濯してから、いろいろ洗濯をしてくださいということで、リベルタのこれすごいですね、放置地味撃破圧巻の漂白量ということで、まあ、漂白剤プラス洗剤でした。次いきます。第一三共ヘルスケアのですね、ミノンという製品は以前何度かご紹介したことあるんですが、このミノン綿男性用のですね全身シャンプーがようやく出ました。今まで私使ってたのは別に女性用ではないんですけども、ユニセックスなんですけども、どちらかというと女性向けのボトルのやつだったんですが、とうとう男性用が出ました。薬用全身シャンプーですので、これは医薬部外品ですね。で、ちゃんと詰め替え用もあります。はい、ので、これね、特にミノンのブランドっていうのは、全体的にですね潤いを保つ、それから肌の弱い方向けっていうのが多いんですよ。だから、かなり全身シャンプーとしては、男性も女性もそうですけども、かなり優しい部類に入りますので、ここにも書いてますけど、敏感肌向けって書いてますけど、まあ、確かにそういう感じです。で、ボトルの、ね、色茶色なんですけど、液体はね真っ白です。半透明とかじゃなくて真っ白です。それがちょっとまず最初に驚きなのと、で、全身シャンプーなので、その頭、髪の毛からつま先まで全部これ1本で洗えますので、まあ、シャンプーをわざわざ用意しなくていい、ボディーソープも兼用にできるっていうところで、値段自体はそんなに安いものではないんですけども、まあ、シャンプーとボディーソープを揃えることを考えれば、いいのかなっていうふうに思いました。で、泡立ちが悪いわけではないんですけども、比較的ね、泡がきめ細かいというよりも、むしろ粗い方だと思います。なので、しばらくこう、つけて置いておくと、なんかその泡が弾ける感じが、肌でわかるぐらい、それぐらい弾けますので、ちょっとそれを楽しむ、最初はね、楽しむというのもありだと思いますが、でも基本的には非常に優しい感じの、洗い上がりです。で、敏感肌用ですので、どうしてもこうなんて、こすったりするのがあまり肌によろしくない、方用にはですね、これ別にミノン綿男性用じゃないんですけど、もともとの、女性向けでもないですが、ミノンの、タオルですね、これが別で、売ってますので、こういうのを使うとですね非常に、よろしいと思います。これはリバーシブルで、表面と裏面とで用途が違うんですよ。で、表面が、表面がどちらかというとこうふわふわのタイプで、で、裏面が、まあ、すっきり、洗い上げるような風にできてます。リバーシブルにできてますね。例えばそのかかとだとか肘だとか膝とか、そういったところを使うときは裏面でゴシゴシ洗えばいいですし、そうじゃないところは表面で、柔らかく洗うとですね、敏感肌の方にもよろしいんじゃないかと思います。こういう専用の、まあ、これは方面じゃないんですけども、もともとのミノンの弱酸性タオルっていうのを売ってますので、こういうのを併用されるとよろしいかと思います。で、詰め替え用もありますので、愛用されるとよろしいんではないかと
思います。まあ、これ医薬部外品なので、なんていうんですかね、そういう潤いの成分だとか、アミノ酸とかね、そういったのも入ってるものが表示してありますので、店頭でご覧になって、肌に、ね、合うようであればお使いになっていただければよろしいかと思います。まあ、実際にドラッグストアでも並んでるのを確認しましたので、もう今発売していると思います。はい、次です。前回ですね、夏の時に天体望遠鏡をご紹介しましたけども、黎明富士のですね、もともと黎明富士って有名なのはシステム手帳とか有名、まあ、文具品とか有名なんですよ。で、どちらかというと文具品は、まあ、子供用の文具品って結構多いんですけれども、ちょっとね、大人向けのかっこいいペンケースを見つけましたので紹介します。ちょっとこれ品薄でね、サンプル手に入れるのにだいぶ苦労しました。あるとは思いますけど、まあこういうペンケースなんですよ。普通になんか、ね、これ音、ネイビーなので男性にもいいと思うんですけど、まあ女性用もあります。で、ね、横から見るとこうなってるんですよ。こんな感じです。後ろこんな感じ。どういうことかというと、これマグネットになってるんでチャックとかないんですよ。マグネットなんで、マグネットなんですけど、こうソフトタイプでこうガバッと開ければいいです。ガバッと開けるとですね、トランクケースみたいにこう開くんですよね。こうか、こっちの方がいいか。こうです。こうです。で、トランクケースみたいにこう開くんですよ。で、ここのポケットがあったりとか、こうペンケースかなりね、これ全部入ってるんですよ。こんなでかいやつとか、まあこれ印鑑とかね、まあ大人の方だったら印鑑とか、まあ、ペンとかね、あとこっちに消しゴムと、なんでしょうか、シャーペンの芯とかね。で、こんだけ全部入っても、入れてもですね、全然閉まります、普通に。まあこれと。かなりいっぱい入ります。で、まあ普段ペンケースを持つ大人の人ってあんまり多くないかもしれませんけど、まあオフィスで置いといてももちろんいいと思いますし、あとペンだけじゃなくて、例えばですね、これにハサミだとか、カッターライフだとか、そういう文具品一式を入れておいても、まあ定規とかね、入れておいても全然入りますので、かなり深いですし、閉めてもトランクケースみたいなもんなんで、閉まるんですよ。で、ハードじゃなくて、ソフトなので、ある程度膨らんでも大丈夫なようにできてますので、結構この、なんて言うんでしょうかね、ガバッとこうトランクケースみたいに開くのが気に入ってですね。はい。ということで、まあ、文具屋さんに売ってるとは思いますけども、もし、品物の場合は、ちょっと待つか注文するか、通販で在庫があるところを探してみてください。これはかなり使い勝手がいいです。まあ、おしゃれですよね。大人の人が持つにはおしゃれですよね。あと女性はね、ちょっと何でしょうか。ペンケースなんですけども、例えばね、お化粧品とかを入れておくのにもいいと思います。ペンケースだけじゃなくてね。そういったのにも使えると思います。色は、たくさんありますので、まあ、これはちょっとネイビーで、私男なので、ネイビーにしましたけど、まあ、女性は女性用の可愛らしい色もありますので、そういうのを、探してみてはいかがでしょうか。ということで、クラムペンケースと言います。クラムペンケース。ね、という名前です。大きく開いて中身が見えやすい。本当に大きく開きます。で、ファスナーがありませんので、ガバッと開くので、もういろいろ入れてても、さっと取り出せます。こう、ガサガサカバンみたいに中を見なくていいので便利です。はい。次行きましょうか。次はですね、大物行きましょうか。ですね、ドリームという会社のですね、まあ、箱はこういうのに入ってるんですけど、ね。これ、実は何が入ってるかと言いますとですね、こういうものが入ってます。これ、こんな、スピーカーじゃありません。スピーカーじゃないんですけど、これ何かと言いますとですね、実は裏側がこうなってまして、これでもうわかるかな。低周波治療器です。で、私の中で低周波治療器っていうとですね、すごいビリビリくる。
でパッドが大きい電極パッドが2つあって、それがこうビートリードでつながれてて、それをこうペタペタってどっかに2つ貼って、でなんか本体があって、それでこう調整するっていうイメージがあって、結構ビリビリくるようなイメージがあったので、実は使ったことがほとんどないんですよ、昔のイメージがあって。でこれですよっていうふうに言われたので、あ、じゃあこういう電極が2つセットでこう2つ貼るんだなと思ってたら、これ1個なんですよ。これ1個でもう電極がこう2つあるので、これ単体、これ1個単体なんですよ。でボタンが2つあって、こっちがなんだ、電源と、それから強さですね、3段階の強さです。でこっちが叩く、揉む、混合っていうモード切り替えボタンなんですけど、これ押すとですね、これ電源、あ、充電してないや、充電はですね、ここから USB、 はい、ちゃんとケーブル箱の中入ってますので、ケーブルと充電器入ってますので、ここから充電します。で、ここ、あ、充電があった、光ります、光ります、充電中も光るんですけど、電源オンにすると光ります。で、これ消えます。電源オンにすると、でね、こうつけるじゃないですか。どこにつけてもいいんですよ。こうってね。どこにつけてもいいんですけども、ちょっとびっくりしたのが、全然ビリビリしません。ちょっとピントが合ってないですか？ピントが合わなくなった。はい。全然ビリビリしません。なのにですね、さすがにこの年になりますと、こう、肩が上がりますよ。上がりますけど、ちょっとひねった方向によっては、ちょっと痛くなるとかいうのがあるんですよ。で、肩が痛いんじゃなくて腕が痛いっていうことがありまして、実は整形外科に行って、診断してもらうと、それは腕が痛いのは肩が原因ですと、いう診断をしてもらいました。腕が痛いんですけども肩です。で、実際に肩につけてみました。これをね、つけて、まあ、どこでもいいんですけど、もうつけて、粘着なんで、そんなにビリビリも来ないし、なんかトン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 って言ってるような気もしますし、なんかグググググっていう、こう、揉まれてるといえば揉まれてるような気がするだけで、そんなにビリビリ感じることはないんですよ。あ、これは効かないのかなと思ったらですね、こうやってこう、今まで痛かった方向に手を回したら、その時全然痛くないんですよ。ということはちゃんと効いてるんだよね。なので、あんまりビリ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 来ないんですけど、確実に効いてました、私の場合。なので、なんかね、こう低周波治療器ビリビリ来るのが嫌だ、ちょっと怖いとか、その場合によって痛いとかいうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、これ全然そんなことないです。はい。今つけてみてもいいんですけど、で、勝手に止まりますので、自動的に。ここ、こうつけるでしょ。つけて、今一番弱いんですよ、つけた段階で。だん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 強くしていく。さっきの電源ボタンを押してね。一番強くして、ようやくなんか、なんかトン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 って来てるな、というようなことがわかる程度で、なんかすごい来てるような、もう全然ないんですよ。はい、なんですけど、これつけて、時間が経つと勝手に切れますけど、それでこう、後ろに腕回しても全然痛くないんですよ。ってことは、ここ保護されて効いてるってことですよね。だから、ちょっと怖いなとか、ビリビリくるのが嫌だなっていうふうに思ってた方は、ぜひ使ってみてください。で、パッドは、一枚予備に入ってますけど、一応水洗いして再利用できますが、まあずっと永久的に使えるわけじゃないので、一枚は予備に入ってます。で、替えのパッドももちろん別売りで買えますので、こういうのも、合わせて長くね、使うときには買っていただければいいんじゃないかと思います。はい。で、コンパクトなので、で、
USB で充電しますので、モバイルバッテリーからでも充電しようと思えばできますので、外出先に持って行ってもよろしいかと思います。まあ、それこそさっきのペンケースじゃないですけど、この中にも入りますので、外出先でも使えますし、ただね、なくさないでください。ちっちゃいので。はい。ちょっと、つけてる感があんまりないので、ビリビリとかあんまりしないので、つけてる感がありませんので、なくなると、ちょっと、大変なので、なくさないように、してください。それだけが注意点です。で、同じドリームのですね、ちょっとこれが一番大物なんですけど、これです。こんなんです。こう。ちょっと先が細くて、下が太い。こんなんです。石みたいでしょ、なんか。ここにね、ボタンが2つあります。これカバーなんですね。これカバーで外れるんですけど、洗えるんですけど、これこうボタンが2つありまして、裏側がこうなってます。あ、ここにね、コンセント差し込む穴が入ってまして、これ何かと言いますと、マッサージ器です。マッサージ器なんですが、どういうふうにして使うかっていうと、こういうふうに置いてですね、この上に寝るんです。背中をね、背中か腰か、背中、まあ主に背中ですけど、で、ここに揉み玉がついてまして、ここにね、3つ、6。はい。揉み玉がついてまして、これが動きます。で、ここに 100V の電源コンセントをつけて、このボタン。こっちが電源ボタンで、こっち側がモードボタンですね。同じように右と左が同じように動く。反転して動くというモードボタンがついています。で、これね、何がいいかっていうと、まあ、デザインもね、ここ北欧のデザインで、なかなか日本にはなさそうなんですけど、普通マッサージって腰にしろ、背中にしろ、だいたい椅子、の方式で座ってやるじゃないですか。で、座ってやるんですけど、これ寝て、要はベッドとか地べたとか畳の上とかに置いて、その上に寝て、背中だけをマッサージするマッサージ機ですので、寝ておいてもいい。座らなくてもいい。で、少し見てもらったらわかるように、こう、高さはありますので、腰が伸びる。背中が伸びる。何もしなくても。この上に寝るだけでも。で、マッサージ器をつけると、電源を入れると、まあ、揉んでくれる。非常に気持ちいいですよね。で、私みたいな、こう、体重の重い人が乗っても、ちゃんと動きますので、その辺は、耐荷重は大丈夫です。私で実験しました。それと、もう一つはですね、電熱線が入ってまして、暖かくもなります。これから冬になってくると寒い。どうしてもこう寒いとどうしてもね、こう腰とか背中とかそう節々が、どうしても固くなって痛くなるっていうのはあると思いますけど、これは電熱線が入っているこう温熱モードにもできますので、そうすると、暖かくなります。なので、寒い冬でも手軽に、背中を伸ばすことができるんじゃないかなというふうに思います。で、先ほど話をしたこ今まだこれ今どこどこ言ってますけども、このドリームのですね、この低周波治療器とこれですね、このマッサージ器、背中のマッサージ器は両方とも医療機器の認定取ってますので、医療機器として、販売されておりますので、まあ例えば肩とかね、これはどこにつけてもいいんですけど、腰でも背中でもいいんですけど、そういったところを揉みほぐすっていう効果、効能。それから、こちらのマッサージ機の方は背中を、揉みほぐして伸ばすっていう効果、効能が、医療機器として認められてますので、安心して買っていただけると思います。まあデザイン的にもね、非常におしゃれですよ。まさかこんなスピーカーみたいな低周波治療器だと思いませんでしたし、またこんな岩盤浴、ね、ありますね。岩盤浴の、こう、ストーンみたいなね。こんな、された、これパンと置いておいても、まさかマッサージ機とは思いませんよね。はい。ので、そういったデザイン的にも非常に優れたものですし、まあもちろん医療機器としても、
優れているものだと思いますので、これから冬に向けて、まあ、例えば低周波治療器はね、結構これ若い人でもいいと思います。ああちょっとこういう風にするね、若い人でもいいと思います。こちらの背中のマッサージ機なんかは、ご両親とかね、おじいちゃんおばあちゃんとかのプレゼントとかにもいいと思いますし、家族で共用できるものだと思いますね。大家族なんかはもちろん、一度あれば共有できると思いますし。はい、ということで、こちらのドリームのこのマッサージ機ですね、背中のマッサージ機、それから、まあ、今回紹介してませんけども、首用のものもあります。これと同じシリーズでね、それとこの低周波治療器、一家に一台、あってもいいと思いますし、まあ、こちらはね、個人でこそっと使えますので、ちょっと疲れたなという時に使ってみてはいかがでしょうか。もう全然こうすごく揉まれてるな、叩かれてるなっていう聞いた気はあまりしないにもかかわらず、全然もうすでに今の状態で後ろに手をやっても全然痛くありません。はい、左は使ってないのでちょっと痛いですけど、もう効いてる証拠ですよね。あんまり実感がないので効いてるっていうところに驚きました。はい。ということで今回はちょっと大物もひっくるめまして、いろいろとご紹介いたしました。冬用もですね、またちょこちょこと今から集めますので、冬用のものもちょっと楽しみにしておいてください。まあ皆様のライフスタイルとね、それからまあ必要だなというふうに思われるものがもしも一つでもあれば、手に取って店頭でね、手に取ってみたり、して確認して、お買い求めいただければよろしいかと思います。そうなんで秋物の、アイテムをご紹介いたしました。以上です。今回もご覧いただきましてありがとうございました。